ラジオ学部行き控え室気づかありそうはい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、もう撮ってる。いやもう今撮り始めた。あ、なるほど。ワルトニウムの下りは入ってますか？ワルトニウムの下りはね、いや、そういう金属 ありそうだねって話しか入ってないですね。なるほど。響けコバルトニウムということでね、はい、コバルトの声がマイク5本全部に入ってるんじゃないか説があってすごく響かせてるはい、ちょ響かせてみたっていう下りがありました。はい、はい、これはですね、THK ラジオ学類第179回、179、はい、2015年9月13日放送の放送後期ラジオ学類控え室でございます。はい、はい、今回のお相手は学類長の THK3 年小林亮也と THK1 年のパーソナリティの永瀬かなえと、同じく THK1 年パーソナリティを務めますパーソナリティを務めました秋山亮太と今回構成をやりました THK3 年の岩津と、はい、今回技術をやらせてもらいました THK1 年の、谷口正樹です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、Eさんはいません。はい、はい、ということで、いやー、暑さもだいぶ落ち着いてきて涼しいね。なんかセミまだいるけどだいぶマシになったね。そう、うん、確かに。そうですね、今どれぐらい入ってるかちょっと分かんないけど、あんまり入ってないと思うよ多分。あ、そう、うん、あ、よかったよかった。今日は割と静かな環境で、うん、録音ができたんじゃないでしょうか、うん、編集がしやすいね。じゃあ、はい、よし、やったねって感じです ね, ね。いや、今回なんかまあ、くるりちゃんがね、はいはい、長瀬さん、くるりちゃんこと長瀬さんがね、初めてのパーソナリティということで、はいはい、長瀬さんことくるりちゃん、どっち長瀬さんどっちだ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 。いや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 、本名が多分アートに来るはず、うん、そういうのは。なるほど、ね、ということでね、まあ、初めてだったわけですけど、どうでした？はい、すごく緊張した。すごく緊張したあ、まあね、いや、それはとても伝わってきました。なんかでもこう終盤にかけるにつれてこうどんどん、うん、和らいでいって。そうだね、そうですね、なんかね、最初割と声のトーン高かったんですけど、だん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 低くなって、普段の喋りに今ちょっとね、コバルトが自撮りをしてる、ブログ用の写真を撮ろうと思ったけどなかなか入らない。入らない、入らない、後で撮ろうね。はい、そんなこともしています。はい、詳しくはブログ参照。そうだね、そうですね。まあ、なんでしょう、秋山が2回目か。そうですね、2回目です。まあ、まあ2回目なのに偉そうな顔しやがって、うぜえなでも1回目よりだいぶ慣れた感じで。そうですね、うん、はい、でも、まあ、緊張しましたよ。あ、そりゃそうだろうけど。そして谷口くんも1年生と、うん、はい、ちょっと技術初挑戦だったんで、まあ、なかなか緊張はしましたね。これでも割とプロっぽい顔してたよプロっぽいのは顔だけです雰囲気プロみたいな雰囲気プロみたいな感じでやってましたけど、うん、前回はね AD でね、そうでしたね、前回っていうか、まあ、前に出た時は、はい、前回は AD で参加させてもらいました。ロリ声の時だ。そうだ、ロリ声の時。あ、それを言っちゃいますかおっと、黒歴史か。あ、もうこの呪縛からは逃れられない。しばらくいじられる。そうですね、頑張れ。気になった方はぜひ皆さん過去のね、はい、あの放送後期を聞いていただけると、ね、出てきてると思うので、繋げていく、そうですね、稼いでいかないと、稼いでいかないと、うん、はい、ね、そんな感じですね。はい、そんな知識1年3人して、あ、そうだ、あ、そうですね、今回イエーイ、いい感じに、いい感じに、あと知識は広島ちゃん、そうですね、今鹿児島にいる広島ちゃん、そうですね。はい、いるんですけども、ね、いずれね、そのうち出てくれたらいいかなと思いますね。そうですね、はい、というわけで内容を振り返っていきましょう。はい、はい、先ほども言いましたが、くるりちゃんが今回初パーということで、はい、THK フレッシュマンセミナー、フレッシュフレッシュフレッシュです。フレッシュ、イエーイ、ね、今回のお題もね、なかなか、はい、何やったっけ、やりましたけど、ね、これ秋から新しく始めたいこと、恋人にやってほしいこと、抹茶そう、抹茶、抹茶、抹茶、犯人は誰だ、すいません、これは小林くんです。申し訳ございませんでした。パーソナリティっていうか、くるりちゃん以外の、メンバーからこうお題を出そうということで、一人一個ずつお題を出したわけです。谷口が、秋から、そうですね、秋から始めたいこと、はい、で、うん、俺が
恋人にやってほしいことを、そうだったんだ。あの恋人って今いるとかじゃないから、こう理想系のね話をしたりとか、でまああの秋山が初恋の思い、であのまあこういう感じでこう質問形式のねあのお題を聞きたかったんですよ。で一人一人にこう聞いてって、コバルトにこうあのトークのテーマ出してって言ったら、あの LINE で一言抹茶って取って。あの間違いだと思って俺抹茶って聞き返したんですよ。抹茶ってもう一回返ってきたから、あ抹茶なんだ。えつまり LINE では抹茶抹茶抹茶ってなってるわけです。抹茶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 なるほどだから。いやあれ面白かったんだ。びっくりしたよね。あのこれ理由があって、前回の前、前回っていうか前こういうフリートーク系の話をした時に、はいはい、あの菅原さんと中島会長の会の時に、あやりましたね、そう1分間フリートークをしろっていう企画があって、はいはいはい、その中で一つお題を出してって言われたんですよ、はいはい、でその俺はそのセミがうるさかったからセミってことなるほど、その流れを組んでて、じゃあ目に入ったし、今回は抹茶と。なるほど。目に入ったってどこに何があったのか。いや、それこそなんかこうこのデポにいるときに、はい、この部室にいるときにその座ってて、ふと目に入ったお茶があって、でもお茶っていうんじゃちょっとつまんないなと思って、あそういえばくるりちゃんは京都出身じゃないですか。なるほど。宇治抹茶があるよ、しじゃあ抹茶だって。いやだから宇治遠いんですって。俺わかんないもん。宇治ね、わかんないもん。宇治遠いんですよ。京都駅から近鉄奈良線で結構かかります。30分ぐらいかかります。そうなんですか。はい、あの去年大学N コンで行ったので、ああそう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 覚えてますけども、なるほど、はい、そんなような、どうでしたか、トーク喋ってみて、うん、何回も言うけど緊張した。うん、そうだね、緊張が伝わってきてました。あのなんかこう、うん、空白の時間が生まれたのが悔しくて悔しくて仕方ないというか、なるほど、止まるたんびに悔しがってたもんね。あそうだね。ちなみにさ、はい、谷口さ引く、はい、あ分かりました、引きます。おっとおっとおっと、いいね、カウントするよ、カウントしましょうか。ちょっと抹茶だけは引いても何も語れないですね。なるほどね、ちょっと、はいはいはい、やっぱ抹茶だけはね、くるりがくるりが、あの、ね、これ僕側のミスで、あの抹茶だけ赤色でやったら裏に滲むって、はい、見えるっていう、見えちゃいますね、うん、はい、じゃあ引きまし た,、はい、ました。ああ無難なのを引いてしまった。秋から新しく始めたいこと。自分のか。え、これ自分のですね。え、引き直しもありじゃないの。まあとりあえずやってみよう。とりあえずやってみますか。じゃあ、じゃあ行きますよ。あ、そうか、1分間で、はい、行きますよ。はい。よーい、スタート。はい、僕秋から新しく始めたいことたくさんありますよ。これなんでたくさんあるかっていうと、大学入った時に始めたかったんだけど全然始められてないですね。おー、はい、まず一つ始めたいのがバイトですかね。結構みんな高校の時の友達とかみんなこの塾講をやってたりして、ああめっちゃこう中学生かわいいってめっちゃずっと言ってるんですね。それなんか違くない。ダメだ、アウトだ。まあプラスちょっと最近貧血気味ということで、まあ、バイトしてみたいかなとちょっと思ってます。30秒経過。はい、あともう一つありますね。これは夏休みにもうちょっとやろうかなと思って挫折をしたやつですけど、挫折したのね。なんか楽器とか始められたら楽しいかなと思って、おーおーおー、水難来る。まあちょっとどうかな、19、どんな楽器、ギターとかやってみたいかなと思いますね。かっこいい。4、そんな感じです。3、2、1。何ちょっと秒数余っちゃいました。そうね、こんな感じですね。最後の数秒ってね、そう意外と難しいですね。新しいことは言えないけどどうしようかなみたいな、うんうん、でも案外ね詰め込めるんだよね。5秒で一通り喋れる。へえ。あの誰かの受け売りなんだけど、その5秒であの広告は作れるんですよ。あの最後の5秒間に商品名を入れるなりして、うん、その5秒で何万円も稼ぐことができるというので、やはり5秒は大事。そして5秒で放送事故が起きる。5秒間無音だと事故です。事故ですね、はい、なのでその最後までこうぎっしりチョコたっぷりじゃないけど、最後まで詰めていくと。なるほど、難しいですね。ということが大事でございます。はい、ギターを始めたい欲はね、あの男なら誰でも通る道だなって。誰でも通る。そうなの、ごめん分かんない。俺はもうすでに実際始めてやめたから。やめたかい。そうなんかね、分かるんだよ、ね、分かる。そう、実際俺中3の時1回1万ぐらいの買ったんだけどね、すぐ飽きたの。そうなんかね、
分かんないしね、お金もかかるし、はい、そうですね、結局やってない組なんですけども、でも憧れはね持ちます、はい、アコギも弾いてみたいっていうのが、あ、そう、なんか弾けるとかっこいいみたいな、そうですね、でもさっき言えなかったんですけど、実は高校の授業で一応一回ギターってあったんですよ。あ、音楽の授業だ、面白い、音楽の授業であったんですけど、途中でその組分けがされちゃって、ギター組とリコーダー組に分かれたんですね。なるほど。で、もうもちろんギターを選びたいじゃないですか。そうだね。ものの見事にじゃんけんで負けてリコーダー。やっぱギターって多いんだ。やっぱ人気ですね。リコーダーなんてわざわざ授業でやりたくない。小学校で散々やったわっていう。こんなこと言うとブロックフルーテさんにめっちゃ怒られる。そうですね。やばいやばい。やばいやばい。そんな感じでした。まあでも上手にまとめましたね。そうだね。ありがとうございます。勢いがいい、勢いですか、うん、勢いがいい、素晴らしい、じゃあ弾くって言われてるの、あ、じゃあっつってちょっと言ったじゃん、そうそうそう、あの思い切りの良さ ね、 いいね、大事だよ、うん、まあどうせ渋ってもやらされる感じですけれども、じゃあ勢いよく行こうとそうですね、いい格好だ、今後に期待できるそうだね、今後に有望株だな、はい、そう、今後パ、今後だって、今後パーソナリティもね、ぜひね、はい、頑張ります、はい、はい、じゃあ次です、はい、はい、これコラボ企画ですね、はい、コラボ企画、ラジガク P キューブコラボスペシャルということで、イエーイ、はい、ということで、はい、学理長から、まあ、はい、まず説明をお願いしますよ、そうですね、はい、放送中にも言ったんですが、これはあの THK が制作しているテレビ番組 P キューブというものがありまして、はい、こちらの方とですね、同じ台本、同じ脚本で、音声ドラマと映像ドラマをそれぞれ作って、まあ、その映像と音声のそれぞれの、表現の違いとかを楽しんでみようっていう企画になっております。なるほど。はい。これはですね、先代の制作局長2人の時からちょっと話に出てたみたいなんですけど、なんとかちびさんと、そうですね、なんとか森さんですね。はい。その2人の時から話があったらしいんですが、なんかどうやらなんか余裕がなくてできなくて話が流れたみたいなのがあって、まあ、その流れを組んで今回、映像制作局長の松田さんとね、はい、はい、タッグを組んでやってみたっていう、松田さんもちょい役で出てましたね。あ、そうですね、ありがとうございました、ありがとうございました、っていう感じなんで、はい、2回そ, そう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 出てました、はい、まあ、これ、あ、どうでした、皆さん聞いてみて。いや、試みとしてまず面白いなと思いましたね。あの最初にこう会内で企画の話を聞いた時に、あの、うん、あ、いつかやってほしいと思っていたことを見事にやってくれたなという感じでした、うんうん、で、まあ、そのドアの外へということで、うん、まあ、あのなんていうか投げかけるテーマもとても良かったですし、そうですね、はい、そのまたこういい感じに映像版と着地点が違うというか、こう気づいたきっかけがこう二手に分かれてたのも、こうラジガクを聞いたならではのとか、両方を聞いて初めて楽しめる、そうですね、そのおまけみたいなことになっててよかったなと思いました。田中ちゃんの演技が良かったですね。わかる、平松さんね、いや、いつか使いたいなと思って、いや、良かったですね、すごく良いお声で可愛らしい、はい、ありがとうございます。そう、まあ、夕日、映像の方だとね、夕日のところでちょっと気づく、はい、主人公が気づく場面があったんですけど、はい、ちょっと音声だと夕日は表現できない、まあ、そうね、こともあって、今回スズムシというか、はい、これね、収録前夜何時ぐらいだ2時とかだよね、なんか、いや、あれ1時、もうちょっと早いか、1時、もう1時の夜中ですなんか、うん、今からちょっと利根川行ってくるってツイッターで言って、そんな、ちょっくら利根川行ってくるわって軽い軽いそう、ね、でこの環境音を取ってきたという学類長の頑張りが、生のあれ、はい、そうですね、自分で取ってきたスズムシですね。やはり効果音はね、生で取るに限るので ね、まあ、でね、なるほど、この流れで猛烈に言い出しづらいんですけど、はい、僕の庭でほぼ同じ音声が取れます、はい、すごいすごい、うちの実家も桜の田舎なんで、あ、そうなんだ、この辺もスズムシ多いですね、なんかこう、はい、なんか暗くなり始めたぐらいでもうスズムシって鳴ってるんだけど、 そうですね、その時間帯って車の通りがあるんですよ。そうだね、なので、それが収まるまで、そうそうそう、なるほど、っていうのがあって深夜に撮りに行った、ね、素晴らしい根性を感じますね。さすが職人根性です。あと細かいこと言うと、主人公が、あ、やべって起きるシーンあるじゃないですか、はいはいはい、あれ自分で実際に起きてます。あ、なるほどなるほど。実際にアラーム鳴らしてガタンってやって、ガタガタッギッつってバタバタバタってやっているのを撮りました。おすごい、うん、
そうですね、はい、確かにリアルでしたねあれ、うん、なんかいつもそんな感じだ私でもだからこそのこの音声作品の良さですよね、うん、あの、はい、映像作品だとこういう音っていうもう撮った段階で乗っちゃうんですよ、うんうん、あ でも音声だけのドラマになるとあのそういう環境音からまた作り直す必要がある、うん、この声だけ撮っても音声ドラマできちゃうんだけど、うんうん、それ以外にもこうこだわるところ、うん、環境音をこだわるっていうことは非常に大事だなと思うので、僕も結構何本か音声ドラマ作ったりするんですけど、やはりそこが一番大変なのでね、うん、そうだよね、そうどなんかね安っぽくなっちゃうんだよ、うん、あの結構フリーの効果音とか環境音とか今時ネットで転がって拾えるんだけど、それを使うとまあ例えば足音であったりとか、足音顕著だよね、顕著になる、本当にこうなんかね軽くなるし安くなるんだよ、うんうん、本当に、本当にで、まあ、効果音がいいドラマはもう本当にいいドラマだって言えるぐらいには、うん、そうですね、感服って感じだよね、はい、ちなみにあの今回全部環境音を自分で撮ったものを入れてます、はい、物質の環境音もこのデポで撮ったし、主人公の部屋の環境も自分の部屋で撮ったし、うん、スーパーの環境音もあの映像を撮ってる時にあの僕音声としてついてたんですけど、はい、その時に1分間ぐらいビチッと撮ってたものを使ってます、はい、なるほど、はい、みたいな、あの気づかれないかもしれないけどちょっとしたそういうこだわりもあったりしてやってます ね、 ね、はい、映像を見やすくするっていうことですよ ね、うん、ね頭の中に、うん、想像させやすくするっていうのがどこまでできるかっていうのね、そんな力の見せ所かなって感じなので、すごい、まあ、収録段階ではまだちょっと足りないんですけど、もうちょっと提出までに、いや本放送ではもうあんな素晴らしい番組になっていたと、あんな素晴らしいドラマにもうなっているということで、できればいいな待ってるよ小林くん、提出頑張ってください、提出待ってるよ小林くん、ね、というわけでね、まあ、今回の試み、まあ、なかなかやらないことだったので、はい、ぜひね、またやってほしいね、そうだね、ぜひ、はい、今回の反省を生かしてというか今回感じたことを生かしてまた、うんうん、そうですね、何回だってできると思うので、うんうん、いろんなネタで、はい、そうだね、もっとできると思います、これは、ぜひぜひ、はい、思います、せっかくね2つ生活制作してるから、はい、ぜひぜひ、はい、でじゃあ次回の話をちょっとしましょうか、はい、はいはい、次回のパーソナリティは吉村くんと佐藤くん、はい、3年生と1年生で THK 合宿での公開収録、 THK 合宿今年はどこに行くんですか、はい、今年はどこに行くんですか、おっとどこだっけ、山梨ですね、山梨県は、山梨県の富士山の見える湖のほとり、湖がねいっぱいあるんですよ富士山の周辺には、ちょどこだったかな、ちょっと明確な地名が多いです、山中湖じゃない、はい、山中湖ですね、あ、なるほど、はい、山中湖の近く、いいな、行けないんだな、行けないんだな、いいよね、僕も行けないんですよ岩塚と秋山君、僕行けないんですよ、ね、はい、THK の合宿は毎年、山、海、湖、はい、そうです、の3つでローテーションしてまして、今年は湖と、はい、でこう、まあ、ただ遊びに行くだけじゃないと、うん、これはもう主に新入生の研修目的がありま す、 そ, うです、はい、それに行けないんだもんね、 THK の活動映像だったりアナウンスだったりラジオだったり、もうしごきにしごき倒し、本当にもう5日間のうち最初の3日間本当にずっと研修だった、もう地へどを吐くぐらいなんか変なハードル上がってません、もう夜逃げしようとタックは立てるものも現れるぐらいのそんなにもうね辛いと、タクシー呼んじゃうぞぐらいのね、すごい、やばい、どうしよう、怖い、やばいぞ、怖いぞ、怖いぞ、もう何人も病院送りにしているという、なんだとすごい、やべえ、物理的攻撃があるんだもう、まあ、過労で倒れる、まあ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 、そんな怖いこと言ってるけどね、はい、全然真っ赤な嘘です真っ赤な嘘です11時には絶対寝させるってですよね、なるほどね、真っ赤な嘘です、むしろ遅くまでやるなっていう、ね、そうです、絶対寝ろよっていう時間は守ろうっていうのも一つですからね、なんかそれ裏で先輩たちが起きてそうな感じがするんですけども、それはいやいや、そんなことは、しらしい、いや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 、またね、そんな上の人はいろいろ準備とかね、ありがとうございます、ありがとうございます、担当大大変なんだから担当大の子たちは、今この前に担当大いないからあれだけどね、そうだね、そう、ちなみに執行大の僕
あの特に小林くんなんかは本当に遊びに行きます本当に何もすることないです、はい、だ, だからめっちゃ行きたかってめっちゃ行きたかって、もうめっちゃ来てほしかった みんな来てほしいって感じなんだけど、そう、うん、本当にすまんなって感じ、うん、お金がないんやっていう話です、うん、それは結構シビアな話題だった確かにそうです、ね、まあ、すいません、いろいろあるのでね、はい、皆さん的にはラジ学ね、聞いてくださって皆さん的にはラジ学なので、はい、なんかまた違った雰囲気でね、そうですね、ラジ学いつも毎年撮ってるんですよ、このラジ学って、そう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 、合宿で、合宿で撮ってます、うん、去年も俺出てたし、あーやってた、今年も俺出てたわ今年も出てたね、そうだね、うん、なんかこう周りで先輩たちがいる状況で撮るみたいな、なんなら一昨年ね、みんなでラジ学聞いたね、聞いたね、うん、あれコンパの時か、コンパの時か、あのまあ一昨年の時に放送日とちょうど被ったんですよ、ね、合宿期間が、なるほど、あの時は木曜日だったんだよ、木曜日だ、当時木曜日の放送だったので、そのうまいこと聞けたわけです。でまあ会こうなんか宴会場みたいなこう広間でみんなで集まって、あの THK のスピーカー、おいいやつ、生ラジオセットでこうつけてあるんで、こう気つけてこうパソコンにつないでこう聞いて、小林くんの出ているラジオドラマを聞くっていう、またあのラジオドラマがね、あれがね、またひどいんだ、ひどかったね、あのまあこうね、いろいろあった、語れないけど、ちょっとちょっとここでは語れないんですけど、パソコンとかに残ってませんか、残ってない、残ってない、あと音楽、過去回見れば、過去回を見れば聞けるけど、あの基本的に聞けないじゃん、まあそっか、そうだから、まあもし聞きたいっていう人は、あの THK@FM842.jp、 すべて小文字で THK@FM842.jp の方に書けば、あ、ツイッターの方でね、ハッシュタグシャープラジック、シャープ RADIJQ でもね、聞きたいって言ってくれれば、あの鮮やか、鮮やかです、鮮やか、すごい、さすが、いやもう何回言ってんだって話だよ、これね、もう呪文だからこんなの、暗記してるわこんなね、すげえね、はい、ぜひぜひお楽しみにと、はい、合宿を乗り越えたら、ここの新入生たちも今ぐらい喋れるようになるんだと、そう、もう全然全然、はい、なります、喋れるから、圧倒的成長、楽しみですよ、合宿の時期的な話だから、行く行かないの問題じゃない、そうそうそう、ああ秋山も当然こう、うん、ガーってガーってくる、うん、頑張ります、うん、頑張ろう頑張ろう、合宿はね確かに大事な経験だけど、合宿行ってなくても、そう、そのまず周りとのね相乗効果で、そう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 、そうやっぱり、ね、そこ上げって大事、大事ですね、はい、そう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 、学祭と学園祭、うん、学園祭と合宿と、そうだね、はい、みんなで頑張りましょう。楽しんでいきましょう。楽しく頑張って。お土産話とか、お土産とかが大変。いいですね。どっちも、どっちも楽しみにしてるから、いろいろね、いろいろ。お土産楽しみにしてるから、ね、はい。はい、というわけで、そろそろ、もうね、22分喋ってんだよね。お、そんなに長いね。結構長いね。長い。はい。というわけで、そろそろ締めましょう。はい。はい、相手は、THK3 年、小林亮也と、THK1 年パーソナリティの永瀬かなえと、同じく THK1 年パーソナリティの秋山亮太と、 THK3 年の岩津大と、はい、THK1 年の谷口正樹でした。それでは皆さん、さようなら、さようなら、バイ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 